今から50年前は、うん、今よりもずっと若い人も元気だったし、希望があったのね、うん、で本当に勉強したくて政治家になりたい、指導者になりたいっていう人は勉強するんですよね。そして親がどうであろうとこうであろうとも、親に自分で町に飛び出していくんです。この田舎からね、自分は勉強が嫌いで物を作りたかった、あのこの 5本の指で生み出すものね、まあ、地元でもって作った和菓子屋さんの牛皮の餅菓子の上生って言いますか、それ口親父がね買ってしてくれて、食べたらねくるっと苦しかかって終わりですよ ね。こんな美味しいのあるんだなっていうようなことが記憶残って、それからこういうもの自分で作ってみたいなっていうことで、中学卒業してすぐ神戸市の兄貴のすぐそばの和菓子屋さんに方向に、これからね、私のあなたが私の子だからね、預かった子だからね、だから私をお父さんと呼びなさいよ、ここはあなたの家族だからって言われて商人のね、世代ちゃうのね、もう環境ガラッと変わっちゃったね。決してね楽じゃない、厳しい、だけどもみんながねこう一つのものにね取り組んで、忙しくなれば忙しくなりに、暇なれば暇なるように、あの結局くつろいだり、忙しく私死なって目の色変えてやってると伊沢ちゃん、中華饅頭そしたら覚えれと、お前これでね飯食っていくんだぞ、あやっぱりお父さん言うのは間違ってなかったんだなって今感謝してますよね、うん、技術のいい人たちがおったんだけども、あの順蔵さんの息子なんかどっかで職人やってるから、あの落語の型とか触りだとか鍋だとかヘラねあげるから呼んでくれないかと、でうちの家内と一緒に、家内もあの日露製パン工場に行った時に1年半おったんだけども、あの付き合ってたから、あの一緒に、今からちょうど20年前ね、まあ仕事もなくなってきたと、だから工房の中でどら焼きといろんなの作っていたんですけども、思い切ってひどこをね店先にあの持ってきて実演販売始まったんです。あまあもしあんまり状況悪かったらまた仕込みようという感じでいたんですよね。平成元年から段取りして始まって、そして今そうだね20年ぐらい経ちますね。主力になってしまってね、おかげさまで化学添加物を入れないと、藤沢製菓の当別の教えられた配合で、食べた後胸焼けしないようなあの作りをしようということで、あとシンプルそのもの、そしてそれが良かったのかなと思って、まあうちの母ちゃんだけどよく頑張ってよく来たよねよくついてきてくれたよね大変でしたけども、もういろんなこと電話かけ方とかそういうこといろんなこと、もう本当に商売について全然分からなかったもんですから、もう本当にここまで来たのはやっぱりもう社長のおかげだね、本当にそうです、はい、いやいやそういうことないです、いや本当にそうです感謝していますね